サイズがでかいんだよ。歌買おう。あと口臭が気になる。なんで口臭ばっかりなんだ。こんな臭いかこれ今。これ思うの俺。あとはその内臓系を言ったら出口のお尻の方あ持ってきてるけどね。の薬はちゃんと一応俺でも見てたんだ。そうだ、まあ、あのボラギノール的なやつじゃない。いやボラギノール、ボラギノール、ボラギノールでいいのよ。どれだ。すいません、ボラギノールどこですか。持続性、あ、来た、あったあった、ありました。すいません、これだ。そのまま駅行ったら捕まる。あ、ボラギノールあったあった。これ入れられんの。これはさ、あ、これある、ほら、痔の痛み、出血。あ、これだね、はい、でもさ、こっちの方が良くない。なんで。何でしょう、軟膏だよ、それ塗るやつだよ。うん、軟膏でいいよ、軟膏で。座薬の方がいいんじゃない。えぇ、ー、座薬ちゃう。だって、海外行って血、あの、映画祭の最中に血だらけになったらまずい。全部さ、サイズがでかいんだよ。でかいよ、サイズが。あ、イブあった、イブあった。俺、バワリンプレミアムなんだよね。何これ、すごいよ。すごいよ、よく聞く。でも、イブ飲んでんだったらイブの方がいいんだよ。俺は結構イブなんだよ。イブクイック、イブ持ってきてるけどね。でも一応買っといたら持ってきたらいいね。すり付けだぞこれ今。いやいや、すごいね俺って。こんな飲まなきゃいけないんだ。いやいや、いつも小山が持ってくれてね。これを、俺これにあと血圧の薬もあるからね。これは本当に飲まなきゃいけないやつだから。俺バファリンプラス。ん、何俺バファリンプラスって。あなた行かないでしょうよ。いやいや、一応俺風邪だから。いや、じゃあ俺もバファリンプラスでいいよ。本当に普段飲んでる方がいいんじゃない。プレミアム。あ、プレミアム。バファリンプレミアム。じゃあ俺もバファリンプレミアムに。でもだ、でかくね、バファリンプレミアム。じゃあみんなにもあげれるじゃん。みんなさ、みんなも薬漬けね。薬漬けだよこれ。あとは。いや、リアルを言っていい。いびきかくからブリーズライト。ありますか。これないと飛行機で本当に迷惑かけちゃうんだ俺。これでもいびきかいちゃうから。キッズスタンダード、まあ、スタンダードでいいよね。これはもう本当に悪いけど、これはちょっと2個ぐらい買っておこうかな。ラージサイズ。これそんなにラージじゃないよね。鼻でかじゃないですか。鼻でかじゃない。鼻でかじゃない。鼻でかじゃないでしょ。でもでかいよ。でかい？結構鼻でかですよ。いや、こういうのってサイズ合わない。スタンダードでいける？いや、俺スタンダードでいいよ。こんな合わなかったの。意味が分かんないよ。じゃあ一応ラージとレギュラー両方買っとけでしょ。ラージとレギュラー綺麗綺麗ね。飯の前。いや、小山がこういうの持ってくれてるからいつもさ、パッて出てくるけど。あ、でもこういうタイプの方がやりやすいから。いやいや、待って、こんなのをさ、荷物で持っていかないでしょこれ。いや、これそういう時用なんだから。これはじゃあこれこっちですね。そう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 、確かにこれだと日村さん持ち歩かない。いや、それあと俺ガム派なんだけど。俺ガム派。これ違う、持ってった方がいい。なあ、こんな重いボトルだよこれ。で、口グジグジしないと。だからそういう時用にこうとかなんじゃないの。日村さんはでもジンタン派なんだよね。確かにな、俺別に何派でもないよ。あのフリスクとかミンティアとかじゃないんだよね。日村さんはジンタン。日村さんいいじゃん、かっこいいでジンタン。お口ケアで。え、これかっこよくないですか。普通にマジな話これさ。このジンタン入れもかっこよくない。そう、何これ。山本さん買っとけば。マジな話かっこよくない。俺も買おうかな。え、これジンタン入れなの。そうじゃん。かっこいい。詰め替え用もある。詰め替え用と金もあるよ。金のジンタン。金がいい。金のジンタン。金と銀どっちがいいですか。金。僕金いきますか。いい。あ、すいません。俺銀にしようかな。俺は何で入れてこない。いやいや、瓶に。俺は俺だけ瓶って。金銀瓶。なめてくれたな、ずいぶんと。金銀瓶じゃねえわ。皆さん入れ替えを求め。いいよ、瓶だけで。おいおい。口は絶対海外の人がこいつくせえと思われたらもう俺嫌なんだよ。日村さんが口くせえと思われたら。じんたんで埋め尽くされてるぞ。こんなやついるか。あとマウスウォッシュ、マウスウォッシュやった方がいいよ。いや、これを機に日村さんもマウスウォッシュやったら、これから年取るとさ、いや歯磨くからいいよ。いや、歯も磨いてマウスウォッシュもやるのがやっぱダブルでいいから。だったら本当に、ま、申し訳ないけどこれでいいよ。これちっちゃいのだと、うん、日村さん飲んですぐ終わっちゃう。飲まないよ。間違えて。間違えないようにやるよ。これもさ、もうちょっとさ、ちっちゃいサイズの売ってないんだよね。いや、空港で買おうよ、じゃあ。いや、ここで空港で買えないからここで買うんだって。空港で買えるんだって。買えないんだよ、空港で買えないんだよ。空港薬局山ほどあるよ。なんで切りこえなんだ。
え、なんだよ。豚顔わけわかんねえよ。買っていいといい。じゃあそれ買おうよ。これなんだよね。これのじゃあもうこれでいいよ。これすごいよもう。こんな重りだよ。重り持ってるようなもんだよこれ。あと口臭が気になる。なんで口臭ばっかりなんだ。こんなくせえか俺今。そんなもんあるなんでこれいらねえよ。シュッシュッてやるやつ。いやシュッシュじゃねえよ。いやいや本番前にシュッてやる。だったらこれ何のためにガム食ってるの。いやそれでやってジンタン食って。いやガムやってジンタン食ってこれもやんのか俺。口臭やっぱ気にした方がいいですよ。うそー。あいつは行かなきゃいけない。もうなんなんよ。いいよこのコーナーしたさもういいのよ。こんな感じですかね。